こんにちは、ピヌさんです。シラチュー探検部の続きいきます。肝試しですが、3人で行きましょう。2人一組になって行っておくれ。行けなかった。藤枝くん、のぞみちゃんと行ってあげなよ。あなたが誘ったんだから。ちゃんと責任取りなさい。はい。それじゃあのぞみちゃん、一緒に行こうか。なあ、のぞみちゃん。俺と一緒に行かないか。ここがスタート地点じゃ。二人ともくれぐれも気をつけてな。はい、暗いですからね。っていうか、藤枝くんが一番危ないかもね。のぞみちゃん、気をつけてね。はい、気をつけます。あやか、お前は余計なこと言わなくていいんだよ。さ、遅くなるといけないから出発しよう、のぞみちゃん。はい。のぞみちゃん、大丈夫？はい、今のところは。のぞみちゃん、どうしたんだい？今、そこに何かが動いたみたいなんです。うわっ、出た。のぞみちゃん、苦しい、頸動脈が閉まる。お化けさんに頭取られちゃう。名前だ名前だ、我は求め訴えたり。悪霊退散家内安全国保障合格祈願。ごめんなさいごめんなさい。生麦生米生卵、隣の客はよく鍵食う客だ。坊主が屏風に上手にバーズの絵を描いた。受験も時間もここを盗みきれ。あれ、どうしたんだ、急に楽になった。あれから何十年経っただろう。これはバッドエンドかな。俺は今でも森の中で自分の白骨を見ながら次の犠牲者を待っている。あの時のぞみちゃんと肝試しなんか行かなければ。これはバッドエンド来てるね。幽霊になんぞならずに済んだのに。さあ、今年も肝試しの女の子でも怖がらせてやろうか。バッドエンド13。のぞみちゃん、何を言ってんのか分かんなかったよ。チョークスリッパーは反則だけど、この終わり方も反則に見かも。まあそういう葛藤はあったんだろうね、開発側でもね。頑張ってもう一度遊んでね。もう苦し紛れじゃないか。はい、戻ってきましたね。彩香と行きましょう。彩香、一緒に行ってみるか。
ここがスタート地点じゃ。二人ともくれぐれも気をつけてな。はーい。よし、覚悟はできたな。行こうぜ、彩香。よし、ミイラ男でもフランケンシュタインの怪物でもかかってこい。さすがにそういうのは雰囲気が合わないだろう。怖い怖い。さあ、遅くなっちゃうよ、出発しよう。よっしゃ、行こうぜ。どうした彩香、変な声出してさ。蚊に刺されまくりだよ。痒い痒い。そういえば痒いと思ったら俺もだ。ヤブ蚊が多いんじゃないの。藤枝くん、早く先に進もう。あれ、今なんか茂みで動いたようだったけれど。あ、お猿さんかなんかじゃないの。お化けは枝とかすり抜けるでしょう。そういうものなのか。まあ展開は同じだよね。うわ、で、出た。妖怪一つだからだな、ユラさん。必殺アヤカクラッシュ。ギョー！えぐり込むように、うつぶし、うつぶし。待て、アヤカ、それはお化けじゃないぞ。あいたた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 。まいったまいった。スケアン、ひどい目に遭いました。しんちゃん、うわ、強烈なパンチだな。ジョージもかよ。結構肝試しって楽しいかもね。あやか、お前って。ご苦労さん、いかがでしたかな、白ヶ浜神社名物肝試しは。はい、とってもスカッとしました。おお、こりゃ変わった感想じゃな。さあ、そろそろお祭りもおしまいじゃ。遊ばせてくださったお山様によく感謝しておくのじゃよ。はい。予定外の肝試しだったけど、彩香ものぞみちゃんも楽しんでくれたみたいでよかった。でも俺は失われた記憶の中のゆかってこの顔が時々頭の中をちらついて、正直心の底から楽しむことはできなかった。さてと、明日のために宿坊に戻って休むとするか。誰？夜長いね。私、彩香、ちょっといいかな。どうしたんだ、こんな時間に。ほんと空気が綺麗なんだね。見渡す限り星がいっぱい見える。ああ、それに今晩は月も出ていないしな。ねえ、藤枝くんって星座に詳しい？え？まあ、人並み程度にはね。じゃあさ、今見ている星の名前を教えてよ。そうだな、一丁探してみるか。ちょっと待てろ。見つかった？
白ヶ浜神社のさらに向こうの山の上にかなり明るい星が見えるだろ。うん、見える見える。あれが琴座のベガ、七夕の織姫だよ。え、それじゃあその上に光っているのがもしかして彦星？いや、ここからは彦星は見えない。あれは白鳥座のデネブって星だよ。ふーん、見えないのか、残念だね。ここの縁側は北東側に面しているからね、白ヶ浜神社の方が真北に当たるんだよ。じゃあ北極星は見えるんだ、どれかな。北極星を探すには北斗七星を探すといいんだけど、ちょっと待って。見つかった？あ、ちょうど北の空すれすれに飛鵲が寝ているのが見えないか。え、どれ？ほら、ここから見てちょうど神社の鳥居と平行になるように見えないか。あ、見える見える。本当だ、飛鵲が鳥居にかかってるね。その飛鵲の先を上の方に伸ばすと、ほら、鳥居の真上に少し小さめの明るい星が輝いているのが見えるだろ。あ、見えた見えた。あれがもしかして。そう、あれが北極星。これでレクチャーはおしまい。なんだか眠くなってきた。早く寝ろよ。うん。おやすみ。おやすみ。俺はまだまだ気が高ぶって眠れない。海にでも行くか。海ホタル。断片的にだけど思い出し始めた。今は名前だけしか思い出せない。ユカ、俺は必ず君を思い出してみせる。おい、起きろ。起きるんだ、タカヒロ。うん、日付がね、ようやく変わりましたね。もう食えねえ。バカ、寝ぼけてる場合か。起きろ、寝たら死ぬぞ。いて。何すんだよ、スケア。さあ、準備しろ、行くぞ。なあ、どこに。早寝早起き、快眠解放、幸せの湧き出る場所、露天風呂だ。露天風呂行く、行くぞ、目が覚めた。行く、行くぞ、目が覚めた。よっしゃ、行こうぜ。あ、藤枝くん、おはよう。随分と早起きじゃん。いや、これさ、意外とさ、外部の音をこだわってるよね。さっき山バトのね、なんか鳴き声みたいなの聞こえましたね。お、あやか、おはよう。そういうお前こそ珍しく早いじゃないか。えっふん、私はね、起きるときにはちゃんと起きるのよ。遅刻魔の誰かさんとは違ってね。知らなかった。朝っぱらからこの女ムカつくね。永遠に眠らせてやろうか。キャー、暴力判定。おはようございます。二人とも朝から元気ですね。お待たせ。おはようございます。あ、みんなでね、行く感じだよね。ああ、マリアにのぞみちゃんも、おはようございます。エース、結局みんな揃いましたね。
極楽極楽。へえ、それじゃあおじいさん、毎朝ここに入りに来てるんですか？おともよ、この湯はな、出町、腰痛、神経痛、肩こり、喘息、霜焼け、水虫、イボジに切れず、なんでてなっちまうよ。へえ、すごいっすね。高弘、その話題、もう3回目。まあいいじゃないか、ジョージ。あんたら東京から来なしとったんかい？ええ、まあ。その話題は5回目。まあいいじゃないか、ジョージ。それもそうだな。なーに、わかんねえって。絶対大丈夫だよ。見て減るもんじゃないし。そんなもんですかね。じゃあここは一つ共同作戦でいきましょう。しっ、福良、静かにしろ。ねえ、二人とも早く入ったら。気持ちいいわよ。わあ、素敵な露天風呂。のぞみちゃん大丈夫？なんと言いますか、実に華やかな会話ですね。うむ、ターゲット接近。行くぞ、福良三等兵、俺に続け。三等兵？それって低すぎですよ。おいおい、お前らだけで何企んでるんだよ。平等に行こうぜ。うるせえな、先着2名様限定なんだよ。きったね、チクっとくからな。君、聞いとるのかね。人の話はちゃんと聞かんと損をするぞ。はい、聞いてますよ。ご自由にって、三等兵は将軍の後だよ。軍の規律を守るんかい。与佐野くん、なんで自分だけ将軍なんですか？あれ、マスヤくん？バカ、早いもん勝ちだよ。そりゃないよ。貴様ら、二人して将軍を出し抜くな。お前ら、待てって。これ、人の話は最後まで聞きなきゃって。さ、肩までじっくり湯につけて。いや、はい。なんだよ。よえ。やっほー、みんな元気？あ、彩香さん？先手必勝。記念にお写真一枚いっかが。セクハラで訴えてやる。残念でした。全部聞こえてんのよ、よさの色将軍。あ、彩香さん、誤解っすよ。全部エンペラー福良の命令なんです、マジで。嘘です、濡れ衣です。悪いのは全部ゴッドよさのです。いや、むしろ黒幕はキングマスヤ。俺かよ。民主的に全員水鉄砲で攻めばいい。お、ここでもう一枚シャッターチャンス。なんで俺まで。ついでよ、ついで。若い人は元気があっていいね。お、日の出だぞ。全裸で見る朝日ってのもなかなか豪快だな。すがすがしいな。
全身が清められるみたいだ。早起きしてよかったです。素晴らしい光景です。諸君、この素晴らしい瞬間を生まれたままのピュアな姿で受け止めようではないか。何言ってんのよ、汚い裸越しの朝日なんて超最低。さっぱりしたところで、次はどうする？もうそろそろ本編に戻ってくれませんかね。何を見せられてんだろうなっていう気になってきた、だんだん。そうだな。うわ、おおお、あ、これ多分どれかバッドエンドですよね。巻物の確認とかしないんだな。まあ飯か海でしょうね。地引き網はバッドエンドっぽいと思うんだよな。飯にしようぜ、飯。うおー、食った食った。与謝野くん、朝っぱらから何野獣みたいに叫んでるのよ。うおー、彩香さんの朝飯うますぎっす。缶詰な。なんか文句あるの？私のお味噌汁まずかった？え、とっても美味しかったですよ。うまかったよ。絶品っす。そういえば、のぞみちゃんはどうしたの？朝飯を食い終わった途端、スケッチに出かけたよ。絵の神様が降りてきたってさ。のぞみちゃん、本当に絵が好きなんだな。将来きっと有名な芸術家になるっすよ。世の中、そんなに甘いもんじゃないさ。おいおい、ずいぶん冷たい兄貴だな。まあ多分ジョージは夢破れたんだろうね。兄貴だからこそ妹に甘っちょろい夢なんか見てほしくないんだよ。ジョージ、お前。ねえ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 、それより今日はどうするの？マスターの話をまだ聞いてなかったわよね。そうだったな。でもマスターって結構固くなっすよ。ゴリョンさんの写真の焼き増しを持ってった方がいいかもしれませんね。ああ、写真の焼き増し、そんな話もしてましたね。確かお昼には焼き増しができるってゴリョンさんが言ってたわよね。あ、皆さんおはようございます。おお、ゴリョンさん、朝からお美しい。ちょうど今ゴリョンさんの話をしてたんですよ。昨日はぼーっとしててすいませんでした。別に普通でしたよ。いいえ、ぼーっとしてました。皆さんのハガキに書いてあった814なんですけど、8月14日この神社の大祭の日のことじゃないですか？どういうことですか？確か神社の大祭って毎年8月15日だったんじゃ。それが今年は8年に一度の特別な年で8月14日なんです。皆さんがハガキを書いたのも8年前だし、きっとそうだと思うんですけど。仮にそうだとして、このハガキと神社の祭りどう関係があるんだろう？それで皆さん、この神社でお祭りしてるのはですね。よっしゃみんな、814は8月14日の白ヶ浜祭りのことっす。そうと決まれば祭りを中心に聞き込み開始っす。すごい、与謝野くんが初めてまともなこと言ったわ。なんかとんでもない真実が見つかったりして。よし、行こう。あの、うん、そうだよね、話途中だったよね。ゴリョンさん、お昼になったら写真いただきに戻ります。あ、はい。じゃあ行ってきます。
話しそびれちゃったじゃないの。じゃあここで解散。それぞれ自由に聞き込みしましょう。最終号は学校の前、午前11時よ。おお、なんか昔の部長が戻ってきたみたいっす。部長はこうでなくっちゃな。うんうん、ということでみんな頑張るっす。 STB GO!ありゃ、みんな行っちゃった。本当にもうノリが悪いっすね。みんな本当はやりたいくせに。やりたいのはお前だけだって。もう知らん。じゃあ俺も聞き込みに行くわ。おう、また後でな。さーて俺はどうするかな。まあどうしようね。東大に行ってみましょうか。東大が気になるな。東大か、なんかよく来たような気がするんだよな。選択肢割と唐突よね。なんかね、伏線とか何にもないのにいきなり出てくるもんね。中学時代の俺たちならきっと何か手がかりを残してると思うんだけど。これはやっぱり俺はここに来てたんだな。でもなんでこんなところにあのマークが。そういえばクレーン小屋にもウサギが書いてあったな。一体どんな意味があるんだ。後でみんなに相談してみるか。さてまだ時間もあるし、商店街の方でも行ってみるか。やあマリオさん、こんにちは。おお、ワッタージ高いヒロ。こんなところで何してるんだい。はい、私カバッキーニョを買いに来ました。カバッキーニョ、何それ。はい、カバッキーニョ、ウクレレのこと。なるほど、つまりここにウクレレを買いに来たんだね。うん、高いヒロ、私の買い物を付き合うか。付き合ってもいいよ。おほほ、さすがはタカヒーロー、話が早いね。こんにちは。ボンディア。ん？私、日本のカバッキーニョ欲しいね。か、カバ焼き？はい、カバッキーニョ、ウクレレのこと。ウクレレなら向かいの棚にあるよ。No, 違います、違います。私欲しいの、もっともっと日本風のです。ああ？マリオさん、ウクレレってハワイの楽器だよ。ああ、日本で流通している海外製のウクレレは大抵ハワイ製だよ。No, no, 私欲しいの、もっと日本風のです。ベンベンなりまして、キャッツレザー使ってるのです。は？キャッツレザー、猫の皮のウクレレ。あのさ、この人そんな怪しい楽器じゃなくて三味線が欲しいんじゃないの。そうそう、三味線、三味線よ。ベンベンください。悪いけど三味線買うなら三味線屋へ行ってくれ。すいません。おう、シャミセンないの。だってさ、諦めて帰ろ、マリオさん。おう、私、ふるさとのママへのお土産にシャミセン欲しかったのね。しょうがないよ。本当にシャミセンが欲しいのなら、専門店に行かないと。じゃあ、代わりにケーナー欲しいね。ケーナー。ケーナー？南米の縦笛だね。あのさマリオさん、なんで日本のお土産が南米の縦笛なの。それも日本語のいいね。ブーヨロロー。悪いけど尺八もうちは扱ってないよ。か
重ね重ねすみません。おう、尺八もない、なんて不便なお店なんでしょう。こら、マリオさん、もういいから帰ろうよ。ちょっとあんた。すいません、この人外国人なもんで、別に悪い人じゃないんで。いや、そうじゃなくて、さっきからなんか気になっていたんだが。は？あんた、昔うちでオカリナを買ってったボンじゃないかね。え？やっぱりそうだ。そん時預けてったもん、いい加減持ってってくれ。え？預けていったもの？よっこらセット。何よ、タカヒロ、ここのご主人と知り合いだったの？そう。ああ、あったあった。どこいしょっと。え？壊れたフルート？ああ、修理の見積もりを立ててくれって預けたっきり、あんた来なかったろ。これを俺が？品物もいいからね、多分高いよって言ったら、代わりにあんた、オカリナを買ってったんだ。覚えてない？いや、全然。預かり証には、藤枝高弘ってあるけど、あんたじゃない？そうですけど。はは、やっぱりそうか。なんかあんたの顔を見た途端ピンときたんだよ。あれれ、すっかり忘れちゃってたの？ええ、まあすみません。まあ昔のことだからね。でもこっちはずっと気にかかってたんだから。それじゃ、確かに渡したよ。長々と預かってもらっていて、どうもありがとうございました。やれやれ、やっとこれでスッとしたよ。なんでこんなものを俺預けていたんだろう。はい、タカヒロ。うわっ、 いきなり声かけるなよ。びっくりした。このお店、私には不便だったけど、タカヒロには便利だったね。どうやらそうだったみたいだね。次は私に便利なお店行こうよ、タカヒロ。ごめん、俺ちょっと忙しくてさ。あてどこ、タカヒロ。あ、それじゃあね、マリオさん。マリオさんって楽しそうでいいな。それにしてもこのフルート一体誰のなんだ？ユカでしょうね。それに店の親父、俺のこと分かってて知らん顔してたのかな。はあ、訳が分からない。そろそろ時間だな、学校へ行くか。みんなどうだった？はい、ということで学校に到着したところで、今日はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。この続きまた次回もやっていきます。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。